皆様、こんにちは。神戸東ロータリークラブの関本剛と申します。2680地区、地区委員会では、ポリオプラス小委員会の、委員を拝命しております。本日はこのような機会をいただきました。2680地区、高瀬川名をはじめ、地区委員会の皆様に、深く御礼申し上げます。ありがとうございました。で、私に課せられた、テーマは、ロータリーについてということも、ご指示いただいているんですけども、何分、一人の人間としても、ロータリアンとしても、まだまだ若輩者でございますので、本日は、今から共有させていただきます、パワーポイントファイルを、ちょっと利用させていただきまして、私、2019年の、10月にですね、肺がんというふうに診断されまして、まあ、現在も抗がん治療中、というわけなんでございますけども、ロータリーに非常に助けてもらった部分、もありますので、まあ、ほとんどは私のこの1年と2ヶ月ぐらいを振り返って、まあ、改めて見えてきた風景といいますか、いうのと同時にですね、この2680地区で、私の本もご紹介いただく機会もございましたので、まあ、その本のことにもう少し、触れつつ で、助けていただいた、ロータリーへの、感謝の気持ちも述べさせていただければというふうに思いますので、皆様の、貴重な時間を無駄にしないように、しっかりとプレゼンテーションをさせていただきますので、二十数分ほどお付き合いいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。私は昭和51年生まれでして、2021年で45歳になります。医師になってから、おそらく2021年で丸20年になろうとしております。現在は主に、がん患者さんを、ご自宅で、訪問診療によって、緩和ケア、痛みを取ったり、気持ちの辛さをサポートしたりと、いうような仕事をしておりまして、最終的には、ご自宅でお看取りを希望の方は、ご自宅で、お看取りまでお手伝いさせていただくような。で、ある程度のところで、病院であったり、ホスピスに行きたいっていう方に関しては、そちらに、スムーズに、行っていただけるようなコーディネートも含めて、全般的に地域緩和ケアというような、カテゴリーで働かせていただいております。これ、中学1年生の時の私の写真なんですけども、まあ、私が中1の時に神戸市では、中学生の丸刈りが廃止になりまして、私も中1の1学期で丸刈りが廃止になったので、これが最後の丸刈りの、写真でございます。ファッションで丸刈りになることは何回かありましたけども。で、大学時代は下手な横好きで、サッカー部に属しておりまして、全く試合に出れない9番でございました。で、中高はブラスバンドでしたので、今でも、趣味でトロンボーンを吹いております。最近は子供たちが、スキーを滑ってくれるようになりましたので、まあ、家族4人で、妻と子供と、スキー旅行するのがすごく最近の楽しみの一つでございます。これが2019年10月に撮影した私の肺の CT の画像でございます。小児喘息持ちでしたので、季節の変わり目に多少咳込むことは以前からあったので、今年はそれがちょっとひどいなぐらいにしか思ってなかったんですけども、まあ、少し胸に違和感もありましたので、
まあ、開業してからといいますか、クリニックに勤務してから3年ぐらいですかね。忙しさにかまけて健康診断も受けてなかったし、ちょっと人間ドックのつもりで大丈夫だろうけど、取っとこうかなって、それぐらいの本当に身体症状としては、それぐらいのものだったんですけども、この黄色い丸印の中に、ありますように、大体もう、医療者であったらもう、どのような科の方でもわかるようなですね、4センチぐらいの腫瘍が見つかりまして、これは大変だと。まあ、どう見てもいいものには見えませんでしたので、早速、中央市民病院、私、非常勤で勤務もしている病院ですので、まあ、勝手知ってると言いますか、治療医に信頼し得るドクターも多数おられますので、早速連絡を取って、この翌日に受診させてもらって、で、その次の週ですね、に、全ての精密検査をしていただく段取りを、取っていただいたんですけども、4日後に撮像いたしました頭部の MRI 写真で、この黄色の矢印にありますように、小脳に、2つほどですね、転移があってですね、まあ、大脳にもこうパラパラと、数ミリぐらいの転移があって、まあ、一番ショックだったのは、この、まあ、命の根幹にも 関わってくる脳幹部分に7ミリぐらいですけども、転移が見つかったと。まあもう、私、10年ぐらい前までは化学療法センターで抗がん剤治療に携わってました。治療医でもあったので、私が、治療医の頃はですね、まあ、肺がんで脳転移といえば、大体もう2、3ヶ月ぐらいしか持たないみたいな、まあ、そんな時代でしたので、まあ、これを見た時点でですね、もう妻と、妻にも本当ごめんと。下手したらもう2020年、東京オリンピックを迎えるまでの間に死んでしまう、もしくはもう寝たきり、自分が自分じゃなくなってしまうかもしれない。本当ごめんと、言って、夫婦でこう泣き崩れたのを今でも、生々しく覚えております。で、ただここからですね、治療を、まあ、受ける気になるといいますか、大体10月の下旬ぐらいから、抗がん剤治療をしてもらうことになるんですけども、まあ、それに関してですね、気持ちがね、どのように、まあ、非常に落ち込みましたので、そこからまあ1週間ぐらいで、まあ、なんとかやってみようかと。もうやるしかないなという気持ちにどうなったかなんですけども、今までいろんな、なんていうんですかね、こう、先人たちの、まあ、心に残るような言葉を、なんですけども、まあ、この方、柏木さんというのは有名な方で、まあ、人は生きてきたように死んでいくんだと。なので、まあ、なんていうんですかね、こう、実はこういう言葉って、世代を超えて語り継がれてきたんだな、っていうのも、本読んで思ったんですけども、まあ、この、関伯翁さんっていう、臨済宗の有名なお坊さんもですね、よく生きることはよく死ぬことなりと。で、まあ、これは実は裏があって、その、柏木先生がよくおっしゃるのは、まあ、だからこそ、まあ、人への感謝を忘れずによく生きていかなければいけない。怒り倒して生きてきた方は、最後もいろんな人に怒り倒して死んでいくと。まあ、ただ、自分の人生を振り返って感謝の気持ちを思い出すと、人っていうのは、願うもんなんだよっていう裏の言葉もあるんですけども、この京都大学の第何代目かの総長にもなられた平沢、さんの、言葉にもすごく染みるフレーズが何個もあって、やはり男だからやったわけじゃないですけども、仕事こそが道楽で。で、愚かさっていうのは自分の失敗を食いすぎないっていう意味だと思うんですけども、
お待ちからなりと。で、今が楽しい。今がありがたい。今が喜びであると。で、人は生きる限り成長する。なので、まあ、自分もですね、死ぬまで、成長を続けていかなければいけないという気持ちにさせていただきましたし。で、あと、2019年9月にお亡くなりになりましたけども、アルフォンス・テイケンさんっていう僕の好きな方の言葉なんですけども、人間の死を意味する、まあ、ドイツ語、シュテルベンっていう言葉には、自分なりの生き方を全うするという積極的な意味がある。で、実はこれは、人に、言葉を持つ人にこそ与えられた、言葉であって、実は言葉を持たない、動物が、死んでしまうときっていうのは、フェルエンデンっていう違う言葉があると言われてるんですよね。なので、これはつまり、これも一緒で、死ぬその時まで人間、言葉を持つ人間っていうのは、成長できる。ので、それを続けていかなければならない。っていう言葉であったりとか、雨の日にですね、その日が雨であることを憂いてもしょうがない。晴れを願ってもしょうがない。天気は自分にはどうにもならないっていうことで、まあ、僕にとってはその転移のある、まあ治らない癌っていう現実そのものなんですけども、であったり、次の検査の結果がどうなのかな、みたいな。自分のその努力と関係ないところで起こってくることっていうところを、起こっているかどうかわからない状況から嘆いてもしょうがないと、いう言葉であったりとかですね。あと、まあ、どんな辛い状況でも、にもかかわらず、くすっとこう笑うことができるっていうことこそがユーモアって言われてて、まあ、ちょっとこう、人をちょっとこう、茶化したり、落とし、まあ、からかったりして、笑いを誘うジョークであったり、ギャグとかとはまた別で、それも僕は好きですけども、とても辛い状況でもあるにもかかわらず、笑うことができる、それがユーモアであり、それは人生の潤滑油になり得るんだっていう。以前講演で聞いてて、すごくしっくりくる言葉をおっしゃる方だなと思ってたので、そういう言葉がすごく、病気になってから反芻されてですね、よし、やってみようかと。生きていこう。まあ、死ぬまで生きるだ、それだけだっていうふうにですね、思えるようになったんですけども、本当に家族の支えは言うまでもなく、一番すごく大事でしたし、ありがたいと思ってますけども、まあ、今、働いてる職場の同僚のサポート、あと、まあ、本当に、これ実は入院中に面会に来てくれた、友人たちと一緒に撮った写真の一部なんですけども、まあ、本当に先人たちの言葉もそうなんですけども、まあ、何より人に支えられてるなと、人っていうのは人に支えられてるなっていうのを実感、いたしました。で、まあ、これを思ってですね、例えばですけど、ちょっと無理して、友達が誘ってくれたんで、まあ、少しめかし込んで、食事にでも行こうかなと、思ったらですね、しんどい時でも意外とアドレナリンが出て、ちょっと楽になったりするんですよね。で、そういうのってすごく大事だなと、いうふうに、思いました。これを思ってですね、まあ、死ぬまで生きると。もう遊びでも仕事でもやりたいことやって、死ぬまで生き抜こうというような、なんか境地じゃないですけども、心境に。なることができました。あと、入院中にですね、この、まあ、有名ですけども、最高の人生の見つけ方っていう映画を見まして、すごく、まあ、僕と一緒のですね、肺がんになった、老人2人がですね、自分のやりたいことを、やってる間に、本当に、人生にとって大事なことは何かみたいなのをちょっと見つけるみたいな、そんな映画ですけども、これ現代バケットリストっていうんですね。なんでバケツのリストっていうかというと、すごく、まあ、俗語みたいで、まあ、首吊り自殺をするときに、バケツの上に乗ってこう、首に輪っかをかけて、その後で、最後に、バケツを自分で蹴ると。そのバケツを蹴るっていう、ところ、それ自殺を成し遂げる遂ということなんですけど、そこから、来てるみたいですね。僕も勉強不足で知らなかったんですけども。
で、自分なりの、なんかこう、棺桶リストみたいな、改めて書いたわけじゃないですけど、心の中にいろいろとこう、作ってみたんですけども、そこでですね、とても有名な、先輩のドクターにも僕がんなんですよとか言って相談させてもらったんですけども、その時にね、そうかと、もう今から、女の子いる店行こうと、もうやりたいことやろうぜ、みたいな感じで、その方言ってくださったんですけど、当事者になると意外とそういう気にもなれないと言いますか。別に僕、そういう店が嫌いってわけじゃないんですけども、実際にですね、またアルフォンス・デイケンさんが出てくるんですけども、やりたいこともそうなんですけども、こうやっとかなければいけないことみたいなのもすごく頭の中によぎって、僕の場合は、さよならを告げるであったりとか、大事な人にですね、とか遺言というか、自分の、生きてきた証みたいなのを作っていければな、みたいな風に。あとは葬儀の準備、葬式の準備も自分でしたいな、みたいな感じで思いましたので、僕なりのカウンテリストみたいなのをちょろちょろっとこう、作っていったわけなんですけども、今回、時間の関係で動けるうちにっていう項目だけお伝えしたいと思うんですが、できるだけ稼ごうと。これも本当に自分が今ある資産に手をつけす、さえしなければ、自分の治療費とか今から自分がやりたいことやるお金は自分で稼ぎさえすれば、なんとか、専業主婦、うちの妻は専業主婦ですので、妻子がですね、僕が死んだ後も路頭に迷うことはないというふうに思いましたので、それでとにかく自分がやりたいことやる分は稼ぐぞというふうに思えるようになったと、いうことですね。あと、この自分が生きた証を残すっていうところで、書籍のことが出てくるんですけども、実際こういうディグニティセラピーっていう治療法が実は、ありまして、自分の歩んできた道を振り返って大切にしてきたこと、達成できたこと、家族に覚えておいてほしいことなどを語って、それはアートの作品にされたりとか、実際にこう書き記したりとか、いうことによって、ちょっとこう、いろんな気持ちの辛さが出てくるような時でも、それが、そういうふうなね、薬とかだけじゃなくて、こういう治療法によってちょっと癒されるみたいな、実際に論文化もされているような、れっきとした治療法なんですけど、で、実際にね、これで、結果僕も癒されれば嬉しいし、書籍とか残すと家族にも自分が生きてきた証を残せるなと思ってですね、自分も人生を振り返る、ライフレビューをしてみたいなというふうに思えるようになったということもあります。で、実はこのサマセットホームっていう方がですね、自分の人生を書いていくとですね、誰でも面白い本が書けるぐらい、ある意味その人っていうのはドラマティックな人生を生きてるんだというような名言もありましたので、僕は見とる側から見とられる側になってですね、いろんな、見えてきた風景、間違ってなかったなと思えることも、社会に還元したいし、逆に、ちょっと、やっぱり、病気の立場になると、自分が思ってきたこと、これちょっと違ったな、みたいなことも、還元したいしですね。ということで、2019年の8月に、もう本当いろんな人の、力を借りて、宝島社の方から、書籍を、出すことができました。で、いろんな、なんていうんですかね、出版社の方の力もすごく借りたので、僕一人がですね、悶々といろんなことを書き記しただけであったら、どっちかっていうと、ちょっとマニアックな医療者向けの本にしかならなかったかもしれませんけど、いろいろな視点からいろいろとアドバイスいただいたりとか、インタビューをちょっと記事に起こしてもらったりしたりとかしたことによってですね、いろんな、ご病気の方でも、
ご病気じゃない方でも、医療者でもそうじゃない方でも、読みやすい本になったんじゃないかなと思ってまして、出版社の方にはすごく感謝してるんですけども。で、幸い、新聞社の方にもいろいろと取り上げていただいたりとかですね。週刊誌にも取り上げてもらったりとか、テレビでも、取り上げてもらったりして、僕自身はですね、反響があればあるほど、本が売れて、印税が、治療費の足しになりますので、ありがたい限りなんですけども、これでですね、実は、いろんな人から、いろんなお声掛けをいただけるようになりまして、本当に古くからの知人、友人とかですね、もちろん最近知り合った知人、友人から、激励の言葉をいただいたりとかですね、祈ってるよって言っていただいたりすると、すっごく、嬉しくてですね、力になるんですけども、本とか、雑誌とか、新聞とかテレビに出るとですね、実は何て言うんですかね、民間療法とか代替療法の勧誘とかですね、手紙とか本を送ってこられたりとか、本当多くなってきてですね、もう一番傷つくのは何て言うんですかね、ある宗教の方から、あなたの宗教間違ってるからこんなことになったんじゃないみたいな手紙をいただくんですよね。で、手紙だったらまだね、マシなんです。もうゴミ箱捨てるだけで済むんでいいんですけど、もうなんていうか、気持ちが抑えきれなくて、突然、うちのクリニックに来られたりとか、電話かけて来られたりとかする方もおられまして、それが非常に、なんていうんですかね、心身ともに疲れると言いますか、そういうことがございました。で、手紙ぐらいだったらね、このセミナーとかぐらいだったらいいんですけど、本当こういう、あなたの宗教間違ってますよっていうのがですね、一番、傷つくことは、僕はもう医療者なんで、あんま傷つかず、もうむしろ腹が立つぐらいで済むんですけど、これはですね、もう本当本だけでもで、送られてきた本だけでも、本棚、一区画埋まっちゃうぐらいまで来てですね、もう、なんていうんですか、これ僕の時間をこれには使いたくないなと思って一切読んでないんですけども、本当ですね、なんていうんですか、善意と思ってね、してくれてるのが余計たちが悪いというか、良かれと思ってしてくださってるのが余計たちが悪くて、これってですね、その人のことを思うからこそって気持ちもあるんだと思うんですけど、ほとんどのところを、その人が病気で辛い思いをしてると知ったからには何かしなけりゃみたいなですね、自己肯定感といいますか、強迫観念みたいなんで動いちゃってる方が多いんじゃないかなと思うんですよね、こういう行動に移しちゃう方々っていうのは。で、それって善意のつもりが、その患者さんからですね、時間やお金、正常な判断まで奪ってしまいかねない、呪いになってしまうこともあるので、迷惑でしかない可能性が高くなってくるんですよ。本当に、当事者の立場で思ったんですけど、絶対にでも、善意でやってくれてるとこ部分はあると思うので、その善意をですね、呪いとか迷惑に変えない、にならないようにするっていうのはですね、やっぱり祈りが一番じゃないかなと。僕は別に、信心深い、宗教に信心深いわけでは決してないんですけども、これって本当にその人から時間もお金も何も奪わない。誰も迷惑しないことなんですよね。で、あるデンマークの、何て言うんですかね、哲学者が言ってた言葉なんですけども、助け人自身が助けであると。その人の何かをしなければいけないって、行動自体がありがたいんじゃなくて、何かを大事に思ってるよ。奇跡が起こることを祈ってるよ、みたいな、良くなることを祈ってるよって、祈ってる人が、近くでも遠くでもいてくれるっていう思いこそが、当事者、患者はすごく嬉しいことであるという言葉なんですけども、まさにその通りだなと思いましたね。で、溺れるものは藁をもつかむっていうんですけども、特に民間療法とかね、代替療法を進めてくる、
業者さんとか、当事者もですね、蜘蛛の糸も紡いで、これさえ捕まれば、確か君も天国に行けるよ。天国っていう意味ではおかしいですね。良くなるよ、みたいに思ってやっておられる方多いと思うんですけども、溺れる者にとっては藁でしかないようなものに過ぎないんですよね。その民間療法とか代替療法っていうのは。掴んだところで沈んでいきますから。で、さらに言うと、そもそも、がん患者は溺れるものではない。人っていうのは人生の最後まで泳ぎ抜く力を持ってるし、泳ぎ抜かなければならないと自分では思うんです。で、それを手伝うのが、照準治療であり、緩和ケアであるんじゃないかなというふうに思います。まあ、有名なというか、坂村新民っていう宗教詩人っていうんですかね、が書いた言葉で、まあ、渡り鳥がですね、次の地に行くようにですね、荒波を越えていかなければならないように、人間もやはり、なんていうんですか、生き続けなければいけない。それにはやはりですね、覚悟や勇気が必要っていうことだなと思うんですけども、すごくしっくりきます。で、この方が、アメリカの有名な神学者なんですけども、まあ、とにかく、変えられないことはそのまま受け入れる平静さ。で、変えられることはそれを行う勇気。で、そしてそれらを見分けるための知恵。っていうのが、まあ、これから先生きていくための、癌と共に生きていくための僕に課せられたすごいテーマじゃないかなっていうふうに思って、一番この言葉が最近はしっくり、きております。で、これって僕にとって、まあ、葬式の段取りもしたんです。こんな感じで。自分の葬式の参列者にですね、送る言葉を、動画で撮ったんですけども、これはもうね、葬儀に来ていただいた時に見ていただければいいと思うんですけども、これも含めて、私にとっては、最悪に備えることだろうと思うんですね。でもね、実は最悪にばっかり毎日備えてたらね、人間やっていけないなって改めて思いまして。で、たまに最悪に備えて、ある程度は鈍感に、ハッピーな言葉だけ考えて生きていくっていうのが一番バランスがいいんじゃないかなって最近思います。で、まあ、いろいろと備えてきたからには、楽しいこともしようということですね。スキーに行ったりですね、キャンプに行ったり、まあ、本当に友人、知人と、もう、深い付き合いしてる知人たちと飲みに行ったりですね、フットサルしたり、まあ、音楽活動したり、日々楽しいことも忘れずに、やっている途中でございます。ワインも大好きなので、いろんな方と、いいワインを飲もうというふうに思っております。で、ここから先はですね、非常にプライベートなメッセージなんていうのは、なかなか、取れない、第三者を介して取れないことが多いので、これから先、自分の体が動く限りですね、妻や子供たちへの、メッセージですね、動画などを撮り続けていきたいな、というふうに思っております。で、さらに、続いていくわけなんですけども、まあ、ここまでが、私が思っていることでして、私が肺がんと分かってからですね、1年と2ヶ月ぐらいが経とうとしてるんですけども、この間に、神戸東、ロータリークラブの皆様や、2680地区の地区委員会の皆様から、たくさんの優しい、お声かけや激励の言葉をいただきました。先ほどお伝えいたしました通り、それらの、ね、祈りにも通じるようなお声かけの数々に何度も生きる勇気をいただきました。で、霊界に通うことがままならない時期にですね、久しぶりに霊界に出席したときに、当時、神戸東ロータリークラブの会長されてました須藤さんからですね、霊界の終わりにアナウンスいただいた温かいお言葉や、会員の皆様からいただきまして、優しく、心強いお声かけは本当に一生忘れません。ロータリーに入会してからまだ5年しか経ってませんけども、毎週顔を合わせて、時に、煩わしいと言いますか、苦悩を伴う、職業、奉仕、事業を達成するために、世代を超えて力を合わせて苦楽を共にしてきたロータリアン同士の関係っていうのは、まあ、知人、友人を通り越した、
親族とも言える、絆となっていたんだなと実感した、瞬間でした。で、私一人に、できることには限りがあるんですけども、まあ、これからも、体と精神力が続く限り、このご恩をロータリー活動に還元していきたいというふうに思っております。ちょうど30分になりましたので、これで、私の託話としての、時間を終わらせていただきます。本日あの、体と時間にちょっと限りがあるので、VTR で、の託話となってしまって大変失礼いたしました。皆様ご清聴どうもありがとうございました。